3月の場所中、高級ブランドのバッグ片手に姿を見せた宮城の親方。日本相撲協会は宮城の親方、元横綱、白鵬、と同部屋の所属力士と関係者全員が伊勢ヶ浜部屋に転籍すると発表した。宮城の部屋は北西方による暴行問題を長期間放置した責任から、取り潰し、も浮上したが、事実上の、閉鎖、が決まった。期間は未定。 今後は一場所ごとに宮城の親方の後世を一門の総帥、伊勢ヶ浜親方、元横綱、朝日富士が協会執行部に報告する。今回の転籍では、禁断のバトルが再演される。相撲界では宮城の親方と同部屋の照ノ富士の、犬猿の中を知らない者は誰もいない。17年10月に鳥取で起きた、春馬富士暴行事件。 からの遺恨をきっかけに若い不能な危険な関係なのだ。照ノ富士にとっては屈辱の土下座事件だった。宮城野部屋の伊勢ヶ浜部屋への転籍は今後何が起きても不思議ではない地雷が転がっている。その中心に宮城の親方と伊勢ヶ浜部屋の一人横綱の照ノ富士がいる。17年10月25日、事件は起きた。翌日に鳥取巡病を控えた夜、 当時横綱の春馬富士がモンゴル人の後輩力士、高野岩を暴行した。沈静化を図りたい八角理事長、元横綱、北東海、と被害者、高野岩、の師匠、高野花親方の確執がヒートアップする大騒動となった。最後は高野花親方が相撲協会を退職するという後味の悪い、幕切れ、になりましたが、この日を境に宮城の親方と照ノ富士の、 全面対決が始まりました、相撲担当記者。春馬富士の暴行事件は相撲共謀行鳥取城北高校関係者と宮城の親方を筆頭にしたモンゴル人力士との食事会がきっかけで、照ノ富士は同校の OB でもある。3時間以上にわたりこの宴会は盛り上がったが、その最後に春馬富士による高野岩への暴行が起きた。実は問題はそれだけではなかった。 春馬富士と宮城の親方は両膝に爆弾を抱えている照ノ富士に、態度が悪い、と酒が入った状況で説教している。春馬富士は照ノ富士に星座を強要した上に頬を張りました。宮城の親方に至っては、二人の横綱とは、壁があるんで、といったことに腹を立てて、照ノ富士へ再び星座と土下座を要求。 両膝の激痛に耐えながら照ノ富士が膝立ちになっても出席を続けました。これをきっかけに照ノ富士の両膝痛は悪化して今もボロボロです。別の相撲担当記者。照ノ富士にとっては宮城の親方による屈辱の土下座事件こそ絶対に忘れられない出来事なのだ。二人の確執はここから幕が開いた。その土下座事件から約4年後の21年名古屋場所の千秋楽では横綱。 白鵬と当時大関だった照ノ富士による全勝対決があった。お互い強烈な張り手の応酬でまさに殴り合いでした。文字通りのガチンコ相撲でしたが、最後、白鵬が小手投げで勝ちました。するとその直後に照ノ富士に向かってガッツポーズ。これが白鵬最後の45回目の優勝を決めた一番でした。照ノ富士は宮城の親方のことを、あの人、と呼んでいるそうで、 今もあの時の恨みは相当なものがあります。有観揮者21年7月18日名古屋場所の千秋楽で当時横綱の白鵬が照ノ富士との全勝対決を制し45度目の優勝を飾った瞬間宮城野部屋が伊勢ヶ浜部屋に転籍になればこの図式は逆転するのだろうか毎日100番以上の猛稽古で有名な伊勢ヶ浜部屋 4号部屋ある相撲部屋の中で伊勢ヶ浜部屋は、猛稽古、で有名だ。相撲部屋の稽古は年々緩くなっていますが、伊勢ヶ浜部屋は違います。他の部屋では若手力士は1日40番から50番くらい取るのですが、伊勢ヶ浜部屋は毎日100番以上稽古を貸します。相撲担当記者。この猛稽古の指導は横綱である照ノ富士の役目。 春場所で110年ぶりとなる新入幕優勝を達成した孫富士も、優勝できたのも今、自分があるのも横綱、照ノ富士との稽古のおかげ、と話す。その照ノ富士だが、体調がいい時には若手力士に対する、可愛がり、通常より激しいぶつかり稽古、を行う。一人横綱の責任も自覚した上での稽古は、現役時代の白鵬を感じさせるような激しさで、 他の部屋の力士を交えた連合稽古では他の部屋の関取集にも可愛がりを貸しています。どう宮城の部屋ではあんな激しい稽古は耐えられない。伊勢ヶ浜部屋には行きたくないと話す力士も多い。今回のような転席ではないが過去相撲部屋の合併ではいい結果は生まれてない。93年の若隆前世時代に藤島部屋と双子山部屋が合併した。 総勢50人という大所帯の力士の部屋になった。お互いの部屋の講演会のつばぜり合いや、藤島部屋の力士と二子山部屋の力士のトラブルも起きてどんどん若い力士が辞めていった。若隆兄弟の確執も起きて合併をきっかけに明らかに二子山部屋は衰退してきました。当時を知る相撲記者。その宮城の親方を監督する立場の、相撲協会執行部。 も決して一枚岩ではないという。宮城野部屋の転席は指定合同で、伊勢ヶ浜部屋、と決めたのは教会執行部だ。朝霞山部屋、親方は元大関、海洋、も候補に上がりましたが、力士が9人しかいない手狭な部屋でもあったので、最終的には伊勢ヶ浜部屋になりました。相撲協会関係者。相撲協会も大揺れだ。昨年9月。 協会事務方のトップである宮田哲司主事による不適切な労働管理やパワハラ行為が指摘されて、宮田主事は出勤停止1ヶ月という処分を受けたが、今も同じ立場で続投している。八角理事長の右腕とされる人物とあって、相撲協会のカバナンス体制は悪化するばかり。 宮城の親方の構成を任された伊勢ヶ浜親方は弟子の不祥事で理事を降格している上に65歳の定年が迫っている。その後、伊勢ヶ浜親方を継ぐのは照ノ富士で確実です。教会執行部は宮城の部屋の転籍は無期限と発表しました。照ノ富士が引退して伊勢ヶ浜親方になり宮城の親方を構成させるなんて体制は考えられません。勇敢指揮者。 5期目を迎えた八角執行部だが、その手法に異議を唱えた柴田山親方、元横綱、大野国、お広報部長から左遷する人事を行い、執行部ナンバー2の事業部長に春日野親方、元関脇、土地の若、を抜擢しました。八角親方は65歳の定年まであと5年近く理事長に居座る可能性は大きいです。どう 宮城の親方と照ノ富士の禁断のバトルが再び勃発すればいよいよ宮城の親方が相撲協会を去る日がやってくる。